ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、坂本龍馬って幕末維新のヒーローとしてまだにすごい人気があるじゃない。まあ、大河ドラマの主人公になったり、お土産物のキャラクターになったりするぐらいだからな。そんな偉人が暗殺されたのに、未だにその事件が未解決って、すっごいミステリーだと思うの。確かにそうだな。真実は未だに闇の中だが、容疑者は上がってるんだぜ。そうなの？じゃあ、今回の動画は、幕末最大のミステリー、坂本龍馬暗殺事件の謎、っていうタイトルで進めていくぜ。ということで皆さん、最後まで、ゆっくりしていってね。その1、龍馬が暗殺された状況について。まず、坂本龍馬暗殺事件について、簡単に復習しておこう。そうね。いつ、どこで、どんな風に暗殺されたのかってことを知っておくべきよね。坂本龍馬が暗殺者に襲われて、命を落としたのは、慶応3年、1867年11月15日だ。場所は、京都の河原町にあった土佐藩領達の醤油商大宮。東京の土佐藩品岡慎太郎と共に暗殺者に襲われ、全身に34箇所も凍傷を負い、その傷のうち、刀で横から浴びせられた頭部への一撃が致命傷になったと言われている。どうして、そんなに詳細なことがわかるの？ほぼ即死だった龍馬と違って、同時に襲われた中岡慎太郎は、事件の2日後の11月17日に息を引き取ったんだ。じゃあ、死の間際にいろいろ証言を残したのね。ああ、その証言はかなりリアルなんだ。龍馬の今はの際の様子とか？そうだ。龍馬は、瀕死の重傷を負いながら、刀を明かりにかざして、鏡の代わりに自分の怪我の様子を映して確認していた。っていう話も残している。じゃあ、犯人の様子もある程度はわかってるんじゃないの？人数とか、背格好とか。ああ、龍馬と慎太郎を襲った実行犯は二人で、来なくそという気合を発していた、という証言がある。へえ、じゃあ、早速容疑者とその根拠を聞かせてよ。その2、容疑者その1、土佐藩。龍馬暗殺の容疑者その1は、土佐藩だ。え、待って待って。坂本龍馬って、土佐藩出身だったわよね。なのにどうして、土佐藩が坂本龍馬と中岡慎太郎を暗殺する必要や、動機があるの？動機っていうか、土佐藩が怪しい、という説の根拠は、言ってみれば状況証拠なんだ。どういうこと？坂本龍馬と中岡慎太郎が襲われた大宮は宿屋でもないし、貸し部屋用をやってる店じゃない。土佐藩邸の近くにある醤油屋さんだ。だから何？龍馬は、この当時、土佐藩の同志たちから安全に寝泊まりできる土佐藩邸を定宿しろと勧められていた。にもかかわらず、宿屋でもない大宮に寝泊まりしていたんだ。土佐藩邸の居心地が悪かったからかな？そうだ。いつ、寝首をかかれるかわからないぐらいに居心地悪かったのかもしれない。土佐藩の中にも、龍馬の命を狙うほど敵対心を持っている人がいたってこと？この時代、尊王攘夷だの、尊王開国だの、砂漠派だの、いろんな主義、主張があった。同じ土佐藩出身でも、意見が違う人間もいただろう。特に後藤象二郎が、大政奉還の功績を独り占めするために龍馬の暗殺を目論んだのではないか？っていう説がある。目論んだだけで実行はしてないかもよ。まあな。実際、龍馬や中岡慎太郎を暗殺して排除したところで、大政奉還を成し遂げたっていう評価を後藤象二郎が独り占めできるわけじゃないし、龍馬や慎太郎が急死したとしても、それで、後藤象二郎の評価が上がるわけじゃない。確かにそうね。土佐藩説は、ちょっと無理があるかも。そうなると、同郷なのに犯人の容疑をかけられている後藤象二郎が気の毒に思えてくるわ。その3、容疑者その2、薩摩藩。龍馬暗殺の容疑者その2は薩摩藩だ。え、それも意味ありだわ。だって薩摩藩って龍馬の働きで、江戸幕府を倒すために、犬猿の仲だった長州藩と同盟を組めたんでしょ？言ってみれば、志を同じくする同志じゃない。薩摩藩が犯人だっていう根拠は何？薩長同盟に関しては、霊夢の言う通りだが、龍馬と薩摩藩では、幕府に対する考え方が違っていたんだ。どういうこと？龍馬は、大政奉還をして政治の実権を徳川幕府が手放せば、徳川家を滅ぼす必要はない、と考えていた。一方の薩摩は、政権を奪取し、完膚なきまでに将軍家を叩き潰そうと考えていた。ってことは、大政奉還されたら、将軍家を攻める口実がなくなってしまうってことよね。そうだ。で、その大政奉還というアイデアを出したのが坂本龍馬だってことで、これ以上、倒幕の邪魔をされたら困る。だから、坂本龍馬に刺客を送ったのでは？っていうのが薩摩藩説の根拠だ。それも結構、無理があるんじゃない？実はそうなんだ。動機としては弱いよな。その4、容疑者その3、紀州藩。さて、じゃあ、龍馬暗殺の容疑者その3は、紀州藩だ。紀州藩？
紀州って、今の和歌山にあたる国よね。そうだ。そして、徳川御三家の一角を担っている、紀州徳川家が藩主の紀州藩だ。ってことは、幕府側の藩ってことよね。龍馬が絡んでいた倒幕運動に何か、関わりがあるの？いや、紀州藩が龍馬の命を狙ったのは、政治的な問題じゃないんだ。え？どういうこと？政治的な問題じゃなかったんなら、龍馬は、紀州藩から恨まれるようなことしたの？霊夢、紀州藩所有の蒸気船名工丸と、海援隊が運航するいろは丸が衝突した事件があったのを知ってるか？あ、いろは丸事件ね。確か、いろは丸は沈んじゃったのよね。で、その賠償金を紀州藩に請求したっていう事件でしょ？そうだ。龍馬が紀州藩に請求した賠償金の額は、7万両現在の貨幣価値にすると、約20億円になるとか。しかも、実はいろは丸の方に過失があったのに、当時、よく知られていない万国法っていう理屈まで持ち出して紀州藩とやり合ったんだっけ。ああ、その上、龍馬は船を沈めたその償いは金を取らずに国を取る。国を取ったら、未完を食らうという歌を世間に広めたんだ。民衆に、紀州藩に非があるって思わせたのね。そうだ。その上、国を取る、なんていう脅しもかけている。でも、坂本龍馬にそこまでできる力はあったの？坂本龍馬には、土佐藩がバックについている。そしてその土佐藩には、同盟関係を結んでいる薩摩藩と長州藩がついている。この当時、もう幕府の権威は失墜してて、言ってみれば、本気で武力衝突したら、紀州藩の戦力では薩摩土佐長州の連合軍には全く歯が立たない。坂本龍馬は、自分の立場では有利な交渉ができないから、東京の土佐藩士、後藤象二郎を交渉役にして、紀州藩と交渉したんだ。その交渉策として、武力行使をちらつかせたわけね。その結果、紀州藩は賠償金を支払うことになった。紀州藩側とすれば、沈没させてしまった船の借り主にとんでもない額の賠償金を吹っかけられて、世間に悪口を言いふらされて、払わなきゃ潰すぞって脅されて、名家の面目を潰されたって思ったかも。とは言っても、龍馬が暗殺された直後に紀州藩は、賠償の支払いに応じている。この点から紀州藩は、龍馬暗殺には関わっていないのでは？と、考える人もいる。でも、お金のことより、メンツを潰されたことに関しては、許せなかったかもよ。そうだな。実行したのは、紀州藩ではなく別の組織でも。この当時、ガチで紀州藩が龍馬暗殺の黒幕だと思い込んでいた人もいて、例えば、龍馬の盟友だった陸奥宗光は、紀州藩側の交渉役だった三浦麟太郎という紀州藩士を襲撃している。やられたらやり返すって、テロ組織のやり口じゃない。ちなみにこの陸奥宗光は、海援隊の大使だったけど、紀州出身だ。紀州出身者なのに、紀州藩の藩士を暗殺しようとしたのね。自分の出自より、龍馬の思想の方に大きな価値を見出していたからだろう。でも、実際はどうなのかしらね。龍馬暗殺に紀州藩は、全く無関係だったのかしら？紀州藩は、幕府側だからな。幕府側の方が、龍馬暗殺の動機があるから、もしかしたら、全く無関係ではなかったかもしれないぜ。その後、容疑者その4、新選組。さあ、今から紹介する龍馬暗殺の容疑者は、龍馬の思想や立場とは対立関係にあたる組織だ。ってことは、真犯人の可能性がぐっと高いってことね。そういうことだ。坂本龍馬を暗殺した4番目の容疑者は、幕末最強のテロ集団、新選組だ。そうよね、一番、しっくりくるわ。新選組ならやりかねないって感じ。まあ、新選組は有名な池田屋事件の他にも、自分たちの思想と対立関係になった人物を何人も暗殺してるからな。新選組が龍馬暗殺の真犯人だっていう根拠は何？一応、それらしい物証があったからだ。例えば、龍馬が暗殺された現場には、犯人のものと思われる鞘が残されていた。で、その鞘は、新選組幹部である原田佐之助のものだという証言があって、それを根拠に新選組犯人説が浮上したんだ。新選組幹部ってことは、相当強い人だったんでしょ？実行犯はその原田佐之助で確定ってことにはならなかったの？ああ、というのも龍馬が受けた刀傷を見聞すると、刺客は左利きだったのではないかっていう可能性が出てきた。もし、この可能性を採用するとなれば、新選組の中では、原田佐之助ではなく、同じ新選組幹部の斉藤はじめが怪しい、ってことになった。斉藤はじめが左利きだったのは、事実なの？それも、事実だという可能性は低いらしい。それともう一つ、龍馬が襲われた現場に、京都の高級料亭、料亭の下駄が落ちていた。そして料亭に問い合わせると、その下駄は、新選組に貸した、と証言したんだ。ちょっと、物的証拠が揃いすぎじゃないの？なんだか、わざとらしい感じがするわ。もし、
幕府側の特殊部隊的な立場だったってだけでずっと疑惑を持たれ続けてるのは気の毒ね。その6、坂本龍馬暗殺の容疑者その後、見回り組。さて、坂本龍馬暗殺の容疑者、5番目は、いよいよ真犯人に一番近い容疑者を紹介するぜ。それは、見回り組だ。見回り組？新選組が出てくるドラマや映画には必ず出てくる組織よね。なんだか、新選組と仲が悪そうな印象なんだけど、その組織が坂本龍馬を暗殺したってこと？実は、歴史の専門家の人たちの中には、坂本龍馬の暗殺ってミステリーなんかじゃないぞ。って考えている人も多い。え、どうして？というのも、元見回り組大使の今井信夫が、自分が坂本龍馬を暗殺したって、自白しているんだ。え、何それ？じゃあ、犯人は特定できているってこと？そうだ。見回り組っていうのは、新選組と同じように、幕府側の組織なんだが、新選組は言ってみれば浪人集団だ。でも、見回り組は旗本の次男三男が中心の組織なんだ。アウトロー集団と、羊のいいお坊ちゃま集団って感じ？見回り組も、決して弱かったわけじゃないと思うが、新選組と見回り組は、仲が悪いというよりも、受け持ちの地域が違うから、協力し合うことがなかったんだ。稀に、人員不足をお互いの大使で補い合うってことはしてたみたいだけどな。じゃあ、見回り組はどういう経緯で龍馬を暗殺したの？見回り組は、幕府の組織だろ。その幕府が政権を朝廷に返上し、大政奉還したってことは幕府という組織が、事実上消滅するってことだ。今の感覚で言うと、自分が勤めてる会社が突然、倒産しちゃって、その原因を作ったのが坂本龍馬だったって感じ？そんな感じかな。で、元見回り組の大使はどんな状況で自白したの？暗殺を自白した今井信夫は、戊辰戦争の後、北海道の函館で降伏した。その時に、元新選組大使が、坂本龍馬を暗殺したのは見回り組だと証言した。そして、政府軍に捕らえられていた今井信夫は尋問され、見回り組の犯行だと自供したんだ。その自供って、どんな内容だったの？龍馬暗殺の実行犯は、見回り組の組頭佐々木忠三郎、渡辺義太郎、高橋康次郎、桂早之助、土師忠蔵、桜井大三郎、今井信夫の7名だった。でも、このうち6名は戊辰戦争で戦死してるんだ。え、それじゃあ誰に命令されたのかってことがわからないの？いわゆる黒幕ってやつよ。つまり、見回り組大使に命令を下した人物ってことだろ？そうよ。今言って人は見回り組の大使だから、見回り組の中の偉い人に命令されたからその命令に従っただけでしょ。組織系統で言うと、見回り組は京都守護職の支配下の組織だ。じゃあ、その京都所司大のトップは誰？会津藩主の松平かたもりだ。じゃあ、会津藩主が龍馬暗殺を命じたってことなの？それなんだよ。坂本龍馬暗殺事件が、実行犯が自供しているにもかかわらず、未だに謎だのミステリーだの言われているのは、誰が何のために龍馬を暗殺したのか、その原因がはっきりしていないからだと思うんだ。どういうこと？松平かたもりは、15代将軍徳川慶喜から、坂本龍馬と中岡慎太郎には手を出すなと指示されていた、という話があるんだ。だったら、会津藩支配下の組織の見回り組に龍馬を暗殺しろだなんて、命令するはずないわよね。実行犯がいるけど、それを命令した人物が特定できない。ってとこが、この坂本龍馬暗殺事件の最大の謎なんだよ。ということで、今回の動画はここまで。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。